はい、こんにちは。文法演習問題の3番目です。今回は上級編になります。これ英語が得意な方はぜひチャレンジをしてみてください。どうぞ。では解説しますね。今回は形式上5色訂正ということで、受験生が特に苦手なものを選びました。で、5色対策がしたいんですよとよく聞くんですけど、まあ、僕がいつも教えているのは、しっかりと文構造をとっていつも通り読めというふうに言ってます。現に、こういった早稲田とかで5色訂正出るんですが、実は文構造をしっかり聞いているというか、構造さえとったら分かるって問題すごく多いんですよ。はい。じゃあ、それ実際ね、試してみましょうか。じゃあ、行きましょう。まずはじめ、to the finalist。ここから、前置詞プラス名詞ですよね。ちなみにこの to は、ファイナリストにとってっていう対象を表すため、まあ、一応前置詞としても今のところ的確ね。そして直後、コンマ、Bill and I と来てますが、このコンマは何のために置かれたか。この2つで挿入してるんですが、これはファイナリストとは誰かっていうことを言い換える同格ですよね。ファイナリストはこの Bill and I であると。つまり大きな塊として、ここからここの部分までが一つの就職語になりますね。ここです。では、その直後に The Last Night Jump、 これが S で Was が V で、 The Most Exciting、 これ C ですね。で、 As well as The Most Difficult っていう風に文構造が来ていて、これも全部 C の塊です。で、まずここで大事なことは、このように文構造で取った場合、まあ、M、S、V、C という、まあ、第二文型が使われています。はい。じゃあ、これで何がわかるかって話なんですが、もうこれで早速おかしい点がありますね。まあ、やはり早稲田の問題かなと思うのが、基本がちゃんと分かっていたら解けると言っても、なかなかそれで答えを気づくのが難しいのは難しいですね。はい。で、結論を言いましょうか。こいつがダメなんですけど、なぜかわかりますか？はい、なぜかというとね、これよーく見てください。ファイナリストの説明としてビルとアイが来てるんですよ。ファイナリストっていうのは前置詞の後ろに来た名詞ですよ。前置詞の後ろに来た名詞を言い換えるのにビルとアイって使いますか？どういうことか分かります？本来前置詞の後ろに来てもいい名詞というのは目的格ですね。はい、to という前置詞の後ろには me とか him とかみたいに目的格の形が来ているはずなんです。これ一般名詞ですからその判断が難しいが、じゃあこの目的格を言い換えるために bill と i ってこれおかしいですね。明らかにここは me という形に変えないといけないという問題でした。まあもっとシンプルに考えるともできますよ。明らかにここの部分が主語なのだから i という単語を原則主語の位置以外で使わないでしょって話ね。はい、ですからこの I という語句がもうここの主語じゃない時点で一発で解けてしまうんですけど、一応正確にはここの目的格の部分を後ろのコンマで言い換えるという形になります。はい、いいですね。まあ、あとは余談としてこの as well as の部分、一応これね知識確認しましょう。これですね、 A as well as B、はい、B だけじゃなくて A もまたっていうふうにこっちに焦点が原則当たります。場合によっちゃこっちに来ることもあるんですけど、まあ、普通はこっちですね。これはもともとアズアズという比較から来ているので、その A と B が同型の形になっておけば全く問題ありません。ですから今回 The most difficult というのと The most exciting という2つをこうやって比較する、まあ、並べることによってこれは的確な形になっているということでした。はい。まあ、このように難しい文章のね問題であったとしても、難しい文構造が難しい問題であったとしても、しっかりと文構造を取って読んでいけば、そこで構造の違和感とか訳が通らないってことが必ず出てきますから、どんな問題でもね、この初級から上級までありましたけども、今やっている文構造というものをしっかりと鍛えて毎回ね判断していくっていう力を伸ばせばどんな問題でも解けるでしょう。高評価、チャンネル登録よろしくお願いします。